故郷かに目標か明日かと思う臨終の伸びる引かずも乗りの方向目標か明日かと思う臨終の伸びる引かずも乗りの方向海道上人お示しのご教化でございます。大拝見しますと臨終の日が今日か明日かと思われる時にいただく寿命が延びるご利益はご法のお役に立てとのご法前のおぼしめしと監督し日々ご偶通のご奉公に励むことが肝心とお示しのご教化ですと。もう今日か明日かと思う臨終の伸びる引かずも祝詞の方向かように仰せの本日はご教化でございます。ある研究者がこの100歳を超えた方々をこの取材をなさってでこの長生きのために何を心がけておられるのかそういうことを調査したんですって。そうしましたら全員に共通して言えることが朝起きてやることがあると朝起きてやることがあるやらなければいけないことがある、まあ、つまり今日も生きる目的がある今日も生きる目的があるこれが、まあ、いわば長生きの秘訣というわけなんです。ですから逆に言えば、まあ、朝起きても別に何もすることないなどといった目的のない生き方はいわば逆ですわ、ね、無理やり命を縮めているようなものであるそうとも言えます、まあ、その朝起きてすることというのは、まあ、年齢や状況によって変わってはいくんですけれどもね。でもたとえ変わっていっても朝起きてすることが変わっていっても私たちはご法様のお守りがあってこそお仕事もお家のことも、ね、その自分のすることしなくちゃいけないことがうまくいくんだご法様のお守りがあってうまくいくということをやはり私たちは忘れてはならないところでございます。ですから海道上人はこれちょっと別のご教化ですけれども拝見しますと朝起きはなるほど妙な徳があるしてみぬ人はこれもわからず朝起きはなるほど妙な徳があるしてみぬ人はこれもわからずと、ね、ご教化くださっておられますように一日の始め一日のスタートである朝に功徳を積みなさい。そうすれば妙な徳があるですから。ご利益に包まれて、ご法様のお守りがいただいて、自分の今日することが遅れるんだよ。だから朝起きてすることはまず功徳を積むことを心得よと、そのことを教えてくださるご教化なんですね。朝起きはなるほど妙な徳がある。特にこうして朝参詣は今日のテーマでもあります増薬寿命のご利益がいただきます。長生きということで健康で長生きのご利益がいただけます。なんとなればお寺に行って功徳を積むとお寺に行って功徳を積むという自らがやることやらねばならぬ目的がやっぱ足も使いますからねお金も使う分非常に明確だからなんですね。功徳を積むということがお寺に振り向く分非常にこのやることが明確だからでございます。しかもお家ですと、まあ、どちらかというとこの我が身我が家の無事
我が身我が家の無事を祈ることが、まあ、どっちかというとウエイトが大きいと思います。お家のお勘金も。でもお寺は菩薩の人づくりの場所でございます。菩薩の人づくりの場所でございますから、だから我が身を世のため人のためご法のためにとお役に立たせていただこうと、そういう意味でまずお経家できますように、このお題目が広まりますように、ご奉公成就しますように、その菩薩の願い菩薩の誓いをまず立てて、でそのためにも今日も一日健康でありますように、今日も無事にお勤めが果たせますように、どうぞ今日も交通安全でありますようになどとお願いをして、菩薩の誓いを立ててから、ね、自分のお願いをして、そして苦笑の功徳を積ませていただきますから、ですからこの御神事の目的が、あの菩薩行御偶図、ね、今日のご教科では祝詞の奉公ということですね。祝詞の奉公と仏様御法様のお心にかなう分だけ健康と増薬寿命、元気で長生きというご利益がいただけるわけでございます。御法様のお心にかなう分だけ増薬寿命のご利益がいただけるわけです。まあ、実際、まあ、当座もそうですけれども、よそのお寺、仏流宗のよそのお寺見ても、どっちかというと朝参詣者はあの年齢のお高い方がね結構多いと思います、ね。まあ、若い人が少ないといえばそうかもしれませんけれども、でも朝参詣者に来られる方々の年齢層が高いということは、逆の見方をすればそれだけ朝見える方々は信心の志が高い分、それだけ御法様のお心にかなっているから、皆さんね健康と増薬寿命のご利益をいただいているとも言えるわけでございます。ですから、まあ、要するところは増薬寿命、長生きしたければ朝参りが一番ということでございます。どうぞお互い、昨日は人の上、今日は身の上の無常の身でございます。だからこそ自分だけじゃない、皆さんみんなが健康と増薬寿命のご利益がいただけますように、皆さんが増薬寿命のご利益がいただけますように、どうぞ組内班内家庭内お互いに進め励まし合うことが大事大切になるわけでございます。本日のご指南拝見をさせていただきますと、経に曰く増薬寿命と云々、愚痛の寿命を祈るにこそ印もあれ、ないし信行真実ならば必ず増薬疑いなしと、かように仰せでございまして、愚痛の寿命を祈る、どうぞ菩薩行ができますように、一日でも多く長く生きて御法様のお役に立てていただきますように、そういう菩薩の誓いを立てて菩薩行に努めれば増薬寿命のご利益がいただけますよと、そのようにお示しくださいます開道上人のご指南でございます。まあ、現代は平均寿命が伸びまして、まあ、人生80年とも言われておりますけれども、いずれ人生100年という時代が来るんだと、近い将来人生100年という時代が来ると、そう予測している人もおられます。人生100年ともなれば、もうお仕事などね、現役をリタイアしてからの人生もまた長いということになるわけです。なればこそ我が人生は後半にあり、そう思って生きる目標目的を明確にして過ごすことがやはり大事でございます。そのためにも冒頭で申しました、健康で長生きの秘訣でもあります、朝起きてやることがある、朝起きてやることがある、やらねばならぬことがある、それを常に持ち続ける、特に菩薩の人づくりの場である朝参りすれば、より
健康と増薬寿命のご利益がいただける、そうお互い心得ていただきまして、朝にしっかりと功徳を積むようにお互い進め励まし合うことが大事大切と、今日はそのように学ばさせていただきます。海道上人のご教化でございます。ご教化にもう教化、明日かと思う臨終の伸びる行かずも祝詞の方向、本門八本所見上行所伝本人下師の南無妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙経南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙蓮華経南妙